国鉄滝14,700経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は液化産化エチレン専用の30トン石炭貨車として1969年2月18日から2000年11月にかけて17ロット39両が日本車両製造。 富士社用、三菱重工業の三社にて製作された。本形式の他に液化エチレ連を専用種別とする形式には、他に例がなく、唯一の存在である。落成時の所有者は、三井物産、日本触媒化学工業、秘油床工業、石油二役、日本石油輸送、三菱化学物流の六社である。1978年10月1日に、 三井物産所有者2両は石油2役へ名義変更された。1989年から1996年にかけて石油2役所有者5両は関西化成品輸送、日本石油輸送へ、1991年に日本触媒化学工業所有者10両は日本触媒にそれぞれ名義変更された。 タンク帯はステンレス構成で厚さ 75mm のウレタン断熱材を巻き薄鋼板製の木瀬が設置された。二役方式はタンク上部にあるマンホール弁からの上入れ、上出し式である。1979年10月より化成品分類番号を6年26.3が表記された。専用種別の液化酸化エチレンは赤色、毒は黒色、粘は赤色。 二十六点三は白色で、それぞれ表記されている。車体色はネズミ色1号。一号寸法関係は、全長は一万四千六百ミリメートル、全幅は二千五百ミリメートル、全高は三千八百七十六ミリメートル。台車中心間距離は一万五百ミリメートル、地上は二十一点八トン。換算量数は、関車五点五、空車二点二である。台車は？ 採用例が多くの TR41C、TR41D、TR41E-4、TR211 回、TR216A TR である。ロットによっては落成時から中古代車を採用した。1987年4月の国鉄分割民営化時には全車の車席が JR 貨物に継承され、JR カゴも2000年まで製作され、 1995年度末時点で25両が減存していたが、その後は輸送体系の変化により廃車が進み、2010年4月1日時点では1両が在籍している。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。電気車研究会、鉄道ピクトリアルナン、no. バー840、増換鉄道車両年間 P107、ありがとうございます。